はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、結局のとこ最終的に、もともとマックスが過ごしてた世界線に帰ってきて、で、なんとかジェファソンから逃げ切ったんだけど、まあ、嵐がもう直前まで来てて、じゃあこの嵐を片付けよう、そしてクロエを救おうという元のもと、ウォーレンが撮ってくれた、祭りの写真に、マックス、行ってくるわ。気をつけてな。ありがとう、ウォーレン。あ！しゃあないな、ウォーレン。ウォーレン、しゃあないな、お前。宝物にしろよ。ありがとう。これが最後だといけないから。そのマックス。知ってるよ。そっか。これからは正しい選択をしてみせるよ。絶う対。わー、なんそれでこか、そヒーローだ。なんか違うもん。ストーリーが違うもん、急に。今までと。ウォーレン、ありがとな。写真くれて。いい写真じゃ、何がお前。まあ、あざがあるのがあれなのかな？ちょっと嫌だったのかな？いい写真じゃん、普通に。でも確かにここで、墓場っていうか埋められてるところに行かなければ、あれだもんね。先生にも襲われないからね。バカバカしい。行くぞ、マックス。クロエ。おい、どうしたんだよ。一緒にいクるルーののがが好きみたいや嬉しくん。て。これだけだなんと。か俺邪魔っぽいね。まあいいや。それじゃ。もうね。私も嬉しいけど、今はネイサンを探してレイチェルの敵を撃つんだろ。早く行くぞ。あ、これで先生。待って先生、ちきれねえ待って。歩わ。きながら話せよ。今行かないで、それ以いい上。から止まってよ。クルー、それ以上行かないで。ったく、なんだよ。会場に入っちゃダメ。入るとクロエが死んじゃうから。巻き戻したんだろ。どうせヘマしたんだろ。違うって。違うんだよ。そもそもマックスがちゃんとサポートすれば、ネイサンに殺されずに済むはずだろ。ネイサンじゃないの。犯人はマーク・ジェファソンなんだって。あの美術の先生が。何言ってんだよ。ネイサンだって証拠違があうんるだろ。だ。シンセクルクロ早くエ。しないとまた誰かが餌食になる。行くよ。ネイサンはもう死んでる。これだよな、でも。ネイサンはもう死んでる。クロエも危ないの。ネイサンが。なんでわかる戻だったよ。からだよ、おそこ前。にいたから。何があったんだ。全部話してくれ。ジェファソンに薬を、ジェファソンは殺人鬼？むず。ジェファソンに薬を注射されて。ジェファソンを殺したらいいんじゃないの？ジェファソンがレイチェルや他の生徒たちを誘拐したの。姉さんも利用されてて殺された。なら標的をジェファソンに変えるだけだ。マックスがためらうのもわかる。私一人でやるよ。クロエ。クロエ。ダメ？本気で説得すれば絶対聞いてくれる。親友だもダメか。ん。早くしないと。あ、死んじゃったらのがいいのかな？クロエのハートに語りかける方がいいのかな？クロエ、死んじゃったら敵討ちできないよ。ネイサンはレイチェルを殺したんだ。絶対許さない。マックスだってそうだろ。クロエ、ダメじゃん。ほなんで少らー、しほら、経ったやっぱのに。そうだわ。そうもだうわな。やっ一ぱそう回だよ試してね。みよそうだと思ったもん。これで一体う。ネイ行こう。サンは、ネイサン、そこに何があった。ジェファソンは殺人鬼。薬行ってみようか。私、ジェあ、ファソンマッにクスの話薬すをるん注だ。射されて地下室に閉じ込められたの。ひどい目にあったけど、なんとかここに戻ってきた。もう二度とクロエを死なせるわけにはいかないから。クロエだけは絶対に守るから。はあ。マジかよ。悪い、クロ私エ。のせいだ。クロエ。
私が巻き込んだから。違うよクロエ。マックスはそんな怖い目に遭わせた。クロエ。ジェファソンの野郎。あら変わっちゃった。絶対に殺してやる。標的が。ダメなの。失敗するたびにやり直したって結局はうまくいかない。今回もやり直せばきっとまた何か悪いことが起きる。何度未来を作り変えてもひどい結果にしかならなかったの。確かにね、別のことが起きたもんね。未来を作り変えた。それ何の話だ。おい知ってんだろお前の俺の努力を。本当のこと話して未来を良くしようとした。本当のこと話そうぜよ。クロエ、本当のことを話すね。私クロエの過去を変えたの。そしたらすごく辛い選択を迫られることになって。そうね、お父さんを取るかクロエを取るかね。そのね、マックス、ちゃんと話してくれ。怒らないから。うわ、なんか最新章っぽい。クロエのお父さんが死んじゃった日に戻って事故を防いだの。でもその代わりにクロエが交通事故に遭って。最新章っぽい。なんかやだ。パパに会ったのか。世界のクロエは首から下が動かせなくなって、もう長くは生きられない状態で、私に頼むから死なせてくれって。でも私にはできなかったよ。だからこの時間軸に戻ってきたの。クロエ、もう一度元気なクロエに会いたかったから。私がそんなことを。それはきつかったな。いろいろ変えてきたんだ俺も。悪かった。いろんな時間軸行ったよ、うん、本当に。あっちのクロエの方がよっぽどきつかったよ。めちゃくちゃネガティブだもんね。だって予想もしてなくて、あっちのクロエ最悪の結果を招いてしまって、クロエに辛い思いをさせたくないのに。そうなんだよ。分かってる。私だってそんな状況になったらどうしていいか分かんないよ。でもこうして元に戻れたんだ。だから一緒に来て。これからも。ここで言わないとダメだもんね。一緒にいられるように。エリア限られてるから、戻れるエリアが。でもジェファソンを野放しにしていいのか。あいつが倒してくる。デイビッド、そう。デイビッドに話せばジェファソンを捕まえてくれるよ。捕まえてくれたんだよ、ね、前の世界戦で。クソ親父が。教えたろ。あんな奴信用すんだよ。せっかく家から。そうそう。ジェファス。デイビッドが助けてくれたの。デイビッドは命の恩人だよ。これ信じるでしょう。デイビッドが暗室に来なかったら私死んでた。マジかよ。本当なら私が行くべきだったけど、クソ親父が助けてくれたのか。そうなんだよ。でどうすればいいんだ。デイビッドに全部話すの。ビクトリアが危ないってことも。ビクトリアも死んじゃうからね。分かった。信じる。だって私は何があってもクロエマックスの親友だからな。クロエ、そうだよ。だからよく聞いて。もうすぐ私はこの記憶をなくしちゃう。私たちはクロエの部屋で待機して、それからデイビッドに全部話すの。はい。あとはデイビッドが。お前絶対メール来ていくんじゃないぞ。お前今言ったことを。ネイさんからのメール。私に伝えて。写真を使って時空を超えたって言えばわかるから。信じるかな。クロエを疑うわけないよ。はあ、どうなんの。クロエは生きてる。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 そういうノリじゃないね。そういうノリじゃない、ね、ごめんね。デビッドは、あ、捕まえる。しかも仲間もいるね。さらにどこ。あ、嵐の中で探してたのが。嵐の中で二人立ち向かう。クロエ。あ、クロエ、あ、そうだ、あの写真展でさ。おっと、戻ってきたか。それで時間旅行はどうだった。クロエ、よかった。クロエ、お前分かってんのか。お前、私もクロエもどうしても生き返ってほしくて、私すごく頑張ったの。本当によかった。ずっと一緒にいるって決めたからだ、クロエ。でもマックスは私を救うためだけにたくさんの時空を飛び回ってくれた。うん。よかったの。その迷惑ばっかりで私のこと嫌に。もう映画みたいやん。映画みたいやん。無
しろ。何これ、迷惑なのは私と私の力だよ。ハートフルすぎるやろ。この町に起きてること全てがきっと私のせいで疫病神だよ。マックス、違う、時空をかけるスーパーヒーローだ。そんな奴と親友だなんて、私は世界一の幸せ者だよ。はい、言葉うまー。その力を手に入れたわけじゃないの。泣くって、そんな言葉言われたら。使ってくれた。でも心のどこかで望んでたの。普通じゃない人生を送りたい、冒険したいって、うん、でもね、でもクロエと一緒じゃなきゃ嫌だったの。だからこの力もクロエのおかげなんだよ。科学的な説明とかそういうのよくわかんないけどさ、今二人でここにいることは偶然なんかじゃない。レイチェルどこかで見守ってるはず、そう思いたい。うん、きっとそうだよ。レイチェルに感謝しないと。竜巻は戻せないのかな。それで何があったの覚えてるんでしょ。パーティーの後二人で私ん家に戻ったんだ。はいはいはい。ジェファソンに見つからないように。でも嵐がひどくなってマックスが東大に避難しよう。東大に避難しようということ。こっちに向かってるよ。東大に避難してるって。すごい竜巻。あ、もうどうしたらいいかわかんない。全部私のせいなのに。竜巻は救えないでしょう。自分を責めるなって。マックスも十分やったよ。なんて大きさだ。レイチェルの怒りなのか、それとも私たちも。バカでけえじゃん。知ってたけど、パート1で見たけど。見ろ、灯台は進路から外れてる。本当だ。クロエ、もう戻りすぎたんだってマックスが。マックス、どうした。コントローラーめっちゃ揺れる。え、アルフレッド・ヒッチコックは映画を時間の断片だとか。あ、え、レイチェルからメール来てる。ポンピドゥからメール来てるよ。俺にもおやつある。おやつない。ポンピドゥから。リシたちはサミュエルに話しかけてくるんだけど、君はどうしてるんだい。サミュエル電話持ってないんだ。え、あ、なんか、頭おかしくなってるわ。てかさ、俺もちょっと思ったんだよ。竜巻がさ、亡くなるためには何が必要かって考えたら、マックスの能力が失われることじゃん。だから今までのことが全部なくなるんじゃないかって。俺なんか病んでるもんな、マックス。何度失敗したら気が済むの。何度苦労を失わせたら気が済むの。まともな人生送ってないからこうなるんじゃないの。猫の写真を探してください。お願いします。ああ、自撮りでもしてりゃいいじゃん。もうできることなんてほとんどないよ。みんな東大に向かおうね。マックス、どうしてみんなを殺そうとするの。みんなが私に何をしたっていうの。このいじめ野郎、ポンピーで言うからメール来てんだけど。マックス、私レイチェル・アンバー、自己紹介しとこうと思って。もうすぐ会うことになるしね。え、死ぬんかな。ジェファーソンとのセッション最高だったぜ。完全にお前のこと捉えてたな。今度一緒に釣りになってもいいぞ。マックス、こちらパラレルワールドで車椅子生活を強いられてるクロエ。新しい世界に逃げていくあんたに私感謝してた。頼み一つ聞いてくれなかった上に、もう新しい写真飛び込みやがって、なんか私を見捨てたら気がするの。やっぱ今までのはあれなんだ。やっぱこれ一番病んでんな、マックスが。授業に戻ってる。どういうこと。写真は被写体の喜怒哀楽を切り取る。またこの講義を聞かなきゃいけないの。え、どうなんの。うんざり。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真。もしかして時間のループから抜け出せなくなって。ね、そうだよね。誰か。一番最初じゃん。パニックっちゃダメ。一旦落ち着いて。ハーバスの作品に捉えられた何の音。あ、危機迫るもの。なんかアーバスは人間を。鳥がめっちゃ死んでる。なんで誰も気にしてないの。え、怖い怖い、ホラーゲームじゃん。例えば何これ。誰かを暗い写真あるやつ。座らせれば絶望の写真見れない。みんな消えた。これも
私が時間を歪めたから。マックス大丈夫かお前。もうわけがわかんない。え？何これ、ひどい。え、ホラーゲームじゃん。やめてやめて。これ私だ。嘘でしょ。え、なんか怖い怖い、ホラーゲームじゃん。なんでこれが。え、うわうわ、ケイト、ごめんね。ケイトの責任やめろよそれ。何これ。残念、まだ生きてるよ。何これ、ホラーゲームじゃんって普通に。マックス死ぬんじゃないのお前。やっぱ鼻血とか出てたからさ、俺ちょっと思ってたんだよ、主人公が死ぬんじゃないかって。もしかしたら、そんな、もしかしたら思ったんだけど、レイチェルを見つけた時の写真。はこれ、でも俺マックスが作ってる時間だなこれ、多分全部マックスにかかってるもん。もうコンテストなんて興味もないよ。今までの思い出というかさ、マックスが経験してきたことが全部反映されてるから、助けようとした人を傷つけ、その通り日常凡人コンテスト。マックスは大丈夫か、精神状態。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。いたお前。さて、この先ずっと僕の暗室で過ごさないかい。君の無垢は僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せな。うわ、今までのなんかトラウマが全部蘇るんじゃないの。ケイトも。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。先生のことが好き、私たちだけの暗室、私のずらゴミ。選べないじゃん。クルを殺してくれてよかった。まあでも一番言えるのはゴミが一番あれかな。認めたくないもんな。私の自撮りはゴミです。本物のアーティストに。マックス違うよ。僕に任せなさい。君の中に存在するあらゆる顔を僕がこの世に公表してあげよう。針とダクトテープは怖くないね。あ、いない。こんなのありえない。現実じゃないよ。何この、ホラーゲームじゃんって。だから出れる、血ついてんじゃん。あ、リョウじゃん。あ、ケイトいる。絶対そうじゃん。ほら、今までほら、俺たちの心をえぐってきたさ、人たちがみんな出てくんだって。だから、レイチェル出てくる、多分。だから、ホラーゲームじゃんって。だから、いや、これ違うな、これマックス死んねえんじゃないのもはや。ケイトだって、ケイトがほら、ケイトの死んでる写真見て泣いてんだよ。そういうことじゃないの。だから、ケイト、マックス、なんで私を止めてくれなかったの。あなただけは信じてたのに。ケイトに囲まれてる。結局味方なんかじゃなかった。もう天国には行けない。あなたのせいで私は地獄を一人でさまようの。ホラーじゃんって。ホラー。私はケイトを救いたかったのに。ホラーじゃんって。やめてやめてやめて。あ、ケイト、ん、俺の部屋だよね。え、何これ。あれのさ、ケイトのとこにも行けたじゃん今。いや、生きるという選択肢か。全部開けれる、全部開けれるよ。怖っ。あ、鍵ある。何これ、 218? おっと、全部いけんじゃん。218だと。俺の部屋か。218?
来るか。あ、服変わった。いや、ちょっとさ、ホラー作んのうま。ホラーゲーム作んのうますぎない？え、なんか隠されてんのか、ヒントが。クルーの声だ。わかんな、どこに行けばいい。ねえ、怖っ。え、ホラーじゃんって。だから俺の部屋に行けばいいんじゃないの。でもこれってあレイチェル・アンバーっていう部屋ない？これえ、レイチェルの部屋ない？これ224、これは、ビクトリアだった。え、マックス・コールフィールドだ。え、ビクトリアだったよ。え、今日から私はビクトリア。え、あ、ビクトリアなんか出てる。なんかメッセージ書いてるよ。ビクトリア・チェイスルール。え、うわ、これ、あ、ビクトリア博物館なってる今。なんかビクトリアのボイス流れてんもん。マックスが俺主人公。マックスが俺、マックスここだよね確か。ビクトリア、え、なんかでも配置が違うね、ケイト。あ、じゃあケイトにもなるのかな。え、なんか全部呆れるのやめようぜ。シャワールームは逆に。え、え、何この世界、助けて助けて。ケイトのとこ行ってみるか。逆にケイトどこだっけ。ケイトのもあれ言えないんだよな。こっかな多分。変わんねえ。え、何これ何これ。あれか、どっか通れば済むのかな。マックスに戻して、マックスに。ビクトリアの部屋は確か、あ、やば、呆れられてマックスの助言が来たわ。呆れられた俺が。あ、これみんなのキャラのちゃんと部屋に帰るってことかな。じゃあどこだっけ、あれどこだっけ、あれここだね多分。はっ、え、でもその理論でいけばマックスの部屋に帰ればいいんじゃないの。あ、マックスの部屋だ。テイストが、あ、アリスいる。怖っ、この世界。な、写真撮ってんのお前。え、怖っ。これマックスの焼け弁いいのかな。マックスだもんな、部屋のテイストが。あ、帰ってきた。え、違う、これ俺じゃない、俺の編集とか、編集とかじゃないよ。あー、でも時給が歪んでるわ。
一番最初のあれじゃん、スタートじゃん、これ。え、何マックス普通でいられてんの逆に。あー、タスポーになってる。やばいやばいやばい。え？天才じゃん、これ作ってる人。これ一番最初の話が逆の時間軸で流れてるわ。俺のパート1だって一番最初のやつが、あ、鹿いる。おいお前、おいおいおいお前、おい見えてんだぞお前、これは。おい、レイト、全部逆になってた今。美術館だ。出てこい、僕の作品になるんだ。これ逃げないといけないやつじゃん、これスニーキングで。またジェファソンが追ってくる。やだ。清らかだったのに。死んでもらうぞ。怖い。怖い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 。なんで分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。君のひらめきはどこに行った。僕は生涯東大なら安全かな。夢も覚めるかも。東大なら安全かな。君は写真家どころか芸術家。マックス、あんなに純真で清らかだったのに。死んでもらうぞ。あれ、東大の写真見つけるってこと？いや、ホラーゲームじゃん。なんで分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。変わってる、マップが。君のひらめき、マップ変わってるわ。僕は生涯、いや、怖い怖い怖いって何。いやじゃないよ。君のひらめきはどこに行った。バイ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 。僕は生涯君を指導する。バイ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 。怖い怖い。今、君は写真家どころか芸術家にもなれない。来なさい。いやいや、怖い怖い。その矢怖い。やあマックス。え、あ、最初戻った。でもこの黒い面はでも行けないから道を行けばいいな、とりあえず。え、怖っ、めちゃくちゃ怖い。ごめん、それと時間めちゃくちゃ長くなってると思う、多分動画が。足して、怖っ。あ、そっちに行けばいいのか。怖っ、怖い怖い怖い。別の先生がいるもんだって。こっちか。怖い。ああ
でも右に曲がるって俺知ってるから先生。やばいやばいやばい、行け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 、こっちじゃなかった、間違えた、やばい、どっち先生、どっち、そっちか、まあ、先生先生、そっちですか先生、ま、先生もう積んでるやん。ちょ、行くとこまで行くわ。じゃあごめん飛ばす。あ、いけるいけるいける、こっちいけるわ。マックス、直ちに暗室。いやあマックス。ああ、校長も、校長もかよ、くるくるしてる校長が。マッチョマックス・コールフィールド、もう観念しなさい。どこだ、あ、校長の目があるのか、あそこに。ってことは校長と同じ感じで回ればいいのか。走れマックス、マックス走れ、マックス走れ、走ってマックス、マックス走れバカ、おい今すぐ巻き戻さなきゃ。走れマックス、お前マックス。そうだ、時間を操れるってことは知ってる知ってる、使えるみたい。もう分かって、じゃあ慎重に行くよ。じゃあ慎重にならなきゃ。そうでしょ。じゃあみんな、マックス頑張って。コールフィールド様、危ない、危ねえ。私がデイビッド・マドセンに知らせるように。これでしょう。レイチェル・アンバーの死に関係している。怖ってか、何このマックス、ほらほら、いるマドセンか、次マドセンだ。マックス、どこにいるの、出ておいで。ウォーレンじゃん、出ておいで。怖っ、お前そういうキャラやらせたら怖いな。ウォーレン怖っ、その役怖っ、ウォーレン。お前さあ車に乗ってマックス、一緒にドライブしよう、早く乗れよ。怖っ。クロエ・プライスが車椅子で投稿したとしても誰も同情などするものか。いるんだろうマックス、君のナイトが迎えに来たよ、出てきなよ。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいい。お前は偽善者。そんな、怖っ。目覚めてよ。気づかないかもしれないが正直だ。お前はイカ様をしてる、友達の命をもてあそんでる。マックス、マックスもううぜー、うぜー。むず、わかんねえも動きが、お前ら。なんか皮肉なもんだ。ヒーロー、マックス、何お前、どうしよう。右から回るか。じゃあ漏れなくさ、漏れなく2段階で進むのやめてくんない。なんかボタン一つでこの学校が吹き飛べばいい。おいお前、違う違う違う、ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいい。先生来るやん、怖い怖い怖い。皮肉なもんだろう。しかも腹ペコ。ヒーローは俺だった。お前は結局街をぶち壊しながら回ってみようか。スカーフを貸してもらえない。ブラックウェルは俺の庭なんだよ。あー、やばいやばい。どうしてもボルテックスクラブに入りたきゃ竜巻にでも飲み込まれてきな。いい認めろ、戦争経験した俺には勝てないってな。ああ、よかったよかった、いけたいけた。こっちに来やがる。歴代キャラが出てる。バケモノ、あばばばばばばば。レイチェルを見せたか。俺の豆、僕の子孫、めちゃくちゃに仕上がって。豆って何、豆って誰が。そこだな、灯台の光がややこしいんだわ。うん、どうしよう、めちゃくちゃ時間かかる、ごめん。何これ、まさかまた空き瓶集めをやるの。
一度座って落ち着かないと。ね、体が持たない。ビアツですんの怖。悪夢の中でも安らげる場所があっていいはず。ここはクロエとレイチェルが唯一安らげる場所で。じゃあそこ先生のこやつ行かないといけないじゃん。ビン、でもずっと隠れてるわけにはいかない。悪夢のような現実が待ってたとしても。お前を好きなやつなんて一人もいねえ。当たり前だけどな。いやもう無理やんって。そんな、どこ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 から始まったこれ。マックス、どこどこどこ、暗室に戻ってきなさい。どこここどこ。君のための場所。ああ、あそこか。うわ。レイチェル・アンバー。うわわわ。うわわわ。切り刻んでや。むず。バケモノ。むずいむずいむずい。俺のまめ。むずいむずい。めちゃくちゃに仕上がって。レイチェルを見せたかったよ。見つけやすいところにあるならともかく。やべえ。ここ安全だから、ここ安全だから、ここ行こう。どこ瓶あと一本。レイチェルは死んだのに、なんでお前が生きてる。やばい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 。巻き戻して早くなんとかしなきゃ。ごめんデマックス、俺時間かかってんの分かってっから。売人だとバカにしやがる。ああもううざ。誰がお前の仲間になんかなるかよ。これスタートか。瓶拾ったことなってるよね。お願い頼む、お願い。ライフイズストレンジ優しくなって。お願い、瓶拾ってるよね俺。拾ってる拾ってる。ここだ。レイチェルと一緒に下水管の中を流されてる。君のため。助けてくれよ。どっちアルビン。僕の芸術品になってくれ。クロエ、レイチェル。いや、ここ裂けてるわ。あ、アルビンある。今行けんじゃない。あ、ビンある。取って。空き瓶の呪いってあるの。空き瓶地獄はまだ終わらない。もうやだ。でも4本でよかったっけ。5本いるんじゃなかったっけ。でも姿勢戻したってことはあれなのかな。絶対5本集めたらダメでしょこれ。てか、あ、これ休憩所か。あー、これ休憩所か。